他社との比較になります。かみさんの車をスペーシアに買い替えました。 TS4WD-RBS スマホナビ付きです。現行ハイエンドモデルとなります。仕事柄いろいろな車を運転します。軽自動車から大型バスまで、基本的にすぐに体が車に順応しますので、何を運転してもよっぽどではない限り運転しにくいとは思いません。逆に細かいことは気にならないのかもしれません。この車を選んだ理由は単純にドライブフィーリングです。例のごとく N ボックスカスタム、タントカスタム、スペーシアカスタムで迷いました。カスタム系は完全に私の好みです。条件は 4WD ターボ、衝突回避支援ブレーキや ESP などの安全装備。かみさんが NG だった件、 N ボックスとタントのエクステリアデザイン、デコトラのようなアッパー系のデザイン、マイルドヤンキー系がどうも受け付けないようです。この中ではスペーシアがマシとのことです。私はどれも好きです。多い意見ですが、 N ボックスのスライドしないリアシート、私も同感でしたが、決して足元がただ広ければ良いとは思いません。後ろに乗る者が座席の位置調整ができないのが問題です。選択肢としてできないよりはできる方がいい。試乗で後部座席に乗った時にもろにタイヤの上に乗ってる感じがしました。車酔いしやすい方には厳しいかな。子供を乗せる方も少しでも調整できた方が良いと思います。私が NG だった件、タント、樹脂製のボンネット、リアハッチほかピラーレス、10年くらい使用する予定ですので、どうしても強度や劣化が気になります。保証が切れてからが怖い。3から5年で乗り換える方には関係ないかもしれません。神さんが運転下手なので、バックでぶつけたりしたら前途がえ。タント、スマ足のカメラ位置、ワイパー使用時の機能停止、雪国なので冬はほとんど機能しないのではと思います。雪国の方はわかると思いますが、晴れていても雪道を走るとフロントバンパーやナンバーも真っ白に雪が付着します。バンパー上部についているカメラに雪が付着しないのか。燃費は 4WD ターボにした時点であまり気にしてません。この中では N ボックスが若干悪いかな。暗いでしょう。乗り心地や居住空間などどれも一長一短ありますが、似たようなもんです。個人的にスペーシアの固めのサスは好きです。ワンプッシュスライドドアは便利。ウェルカム LED イカリングは少年の心をくすぐります。納得して購入したので不満な点はありません。あえて言うなら 4WD とかターボの表記がないので寂しいわら。最近の傾向でしょうか、ボロカス書く方もいらっしゃいますが、乗らずに見ずに買ってるのかと思いますね。購入後エクステリアデザインで文句言う人の意味がわかりません。このような方たちは上記3車種どれを買っても同じではないでしょうか。長く乗らないと気づかない点はあるかもしれませんが、特有の不具合等はネット上に情報がゴロゴロしています。それを信じるか信じないかは別ですが、参考にはなります。いろいろと書いてますが、私は N ボックス、タント、スペーシア全て良い車だと思います。タントの樹脂パーツを除けば、これまでいろいろな車を運転してきた私ですが、この中でスペーシアとの相性が良かった、ただそれだけです。ほぼ運転は神さんですが笑。